今日はですね、こちら松茸さんでございます。はい、松茸さんをね焼いていきたいと思います。それではもう早速やっていきます。一番うまそうなこいつからねいきます。松茸さん、松茸さん頑張れ頑張れ松茸。箸よいしょ。まあじっくりと待ちましょう。よし、ゴミ袋に捨ててよいしょ。火が弱えよ。おい、火が消えちゃう。頑張れ。こいつが温まってこないと遠赤効果が生まれないんだよな。この外側が、このね、七輪っていうのはこの外のこいつが温まっ、この側が温まってくれることによって遠赤効果を生み出して素晴らしくね、いい感じになるんですよ。だからあのバーベキューコンロなんかよりも全然こっちの方がねいいんだよ、本来はね。七輪の方がこっから送風しとこう。ずっとこれをこういう向きにして、ああすげえいい香り、すげえいい感じの香りが。こっから送っとこう。で上昇気流を生み出そう。上昇気流が生み出されてる。いいね。上昇気流が生み出されてるよ。いいよ。いい感じだよ。これここもうずっと送っとこう。ここに。いいね。いやこれ去年やりたかった。これ何、このスギちゃんみたいな髪型。は？スギちゃんみたいになっとる。いいね。いいね。立つかな、立たないかな、立たねえ。よし、いいね。まだまだ温まらないね、外側が。これが外側が温まってきたらマジ強いんだよな。まだまだやっぱりうまいものを食べるためにはね、それなりにね時間をかけてね少しずつやっていかなきゃいけないんですよ。こうやって、汁が出てきた。中から汁が出てきた。ちょっとこれはマジで、わあジュージュー言ってる。わあジュージュー言ってるの聞こえるかな、これ。わあ、おお
うわ、ジュージュー言ってる、ジュージュー言ってる。うわ、汁が染み出てきた中から。ちょっと見て、これわかるかな、中からこのエキスが、うわ、ちょっと見て、このエキスが、エキスが、松茸エキスが出てきた。うわぁ、松茸エキスが、うわぁ、うまそう。うわ、火が消えちゃった。火じゃねえや、空気が消えちゃった。これ外側が温まってこないな。うん、おお、滴ってる、滴ってる。松茸エキスがめっちゃ滴っとる。うわー、めっちゃいい香り。うわー、これもう一本焼いとこう。ちょっとこの傘が開いちゃってるやつでいいか。俺今この一番最初に焼き出してるやつがもう一番うまそうなやつで、こいつはもうちょっと傘がほら開いてきちゃってんのよ。だからこれは焼きよりもそれこそご飯とかさ、松茸ご飯とか何すき焼きとかそういうのに入れて食うと一番美味しいぐらいかな。でこいつは今俺がメインで焼いてる、今一番最初に焼き始めたやつはもうドンピシャに、これはもう見て、エキスが、もうこれ行こう、ちょっとこれ行こう。お皿を、お皿を一つ、お皿はどのお皿にしようかな、まあ、こいつでいっか、このちっちゃいお皿でいいや、ちっちゃいお皿で、はい、まあ一応これ出してるだけなんで。で、あちゃ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 、あちあち、あち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 、こちらの松茸いただきます。あち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 、咲きます。おおおお、あちあち、あ、おお、うまそう。あち、うわ、ちょっと指についたの舐めただけでめっちゃうまい。見て見て、松茸、おお、ちょっとやば、いただきます。え、裂けるチーズみたいに、あ、うめえ。で、俺はこいつを何のために出したか、お皿いらないじゃないですか。なんで出したのかっていうと、徳島県産のすだちでございます。いや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 、これはね、こんな贅沢あります？ちょっと、徳島県産のすだちを、はい、半分にして、これをまあ今半分にしましたんで、ちょっと見てください、すだちです。はい、
で、こいつにすだちを絞って、いただきます。うわーい、すだちいらね。うめ、あーうまで、一応こちら群馬県産なんですけど、なんかちょっと良さげな醤油があったんで、こいつ買ってきました。この良さげな醤油を、じゃあこいつをもう直で垂らしますか。あ、まあでも1本目はそのまま食おう。2本目のやつで。あ、うめ、あ、すだちの香りもいいわ。うん、うん、あ、うめ、うん。でこいつには醤油をちょっと垂らしてあげてね。ちょっとまず味見したいな。あ、うまっ。あ、この醤油うまい。わあ、あー、いい香り。あ、醤油が焦げる、いい香りするわ。あー、最高かよ。うわー、あ、もう最高ですね。天国か。あー、大人の味だな。大人の味だわ、松茸。大人になったな俺も。うわー、うまっ。わー、もう醤油がジュク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 なってる。あー、いい香りすんなー。あー、やっぱ松茸そのまま食うのが一番うまいね。でこれちょっと七輪火力もいまいちなんで、もうちょっと次のメニュー焼いてきます。秋スペースで次のメニュー焼きます。ちょっとですね、今年はいまいちらしいですよ。今年はいまいちらしいですけど、一匹これで、結構なお値段しましたけども、今年、さんまさん言っときましょう。これは最高だわ。うん、さんまと、やっぱ七輪といえばさんまと松茸でしょ。うん、七輪といえばやっぱさんまと松茸なんで。うん、どうもこんにちは。いや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 、最高ですわ。さあ松茸さんの焼き加減を見ながら、今高いね、ま、サンマね。よいしょ。ああうまそう。醤油の焦げたいい香りが、見て、醤油がちょっと焦げてる感じの
うまそう。まあ1個目はね、何もつけずにね、かぼすだけで食ったんで、2つ目は醤油つけて食いましょう。うん、さあさあ、あ、もうサンマさんもうくっついてる。あー、皮が全部剥けちゃった。うわー、網があれだからな。ほら、もうこんな剥けちった皮が。うーん、おい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 、お前はこっちに体重移動してくるなよお前。うわー、うわー、すげえ脂乗ってる。細いけど脂めっちゃ乗ってるわ。ちょっと細いけど脂が乗ってるって意味が分かんないんだけど。うわ、ジュクジュクなっとる、じわじわなっとる。うわー、サンマうまそうだな。俺サンマ久しぶりだなマジで食うの。やっぱ一人暮らししてっとさ、サンマなんか焼かねえからさ、うん、どうしたって。うわー、うまそう。今日は食材だけで1万5000円超えなんでね、結構まあまあそれなりにお金がかかってしまってますけど、はい、回収は僕の広告収入でできませんけどねいやちょっとこれ、うわー、さんまさん、あー、うわー、超あぶねー、あぶねー、さんまのいい香りがするな。トングにしよう。これ用にトング買ってきたんだよな、一応こうなることを予想して。あの綺麗なトング、あの炭用のトンネルじゃなくて、はい、よし、綺麗なトングなんでね、まあ一応こいつで除菌して、はい、うわ、もう、うわ、うまそう。おお、火が、ああ、サンマといえばこの火ですよね、七輪でやると。ああ、サンマの油でもう火がもうかなりテンション上がってきてるんで今。うわー、うまそう、最高かよいやー、笑いが出るわ、うまそうすぎて。うーん、さあ、松茸がもうそろそろこいつがいい頃合いになってきたんで、松茸がちょっと、よし、うい、うい、よし、頑張れ頑張れ。うわ、この箸がもうサンマまみれになっちゃった。うわー、ちょっと、うわー、うまそう、松茸うまそう。よし、松茸いくか。あちゃ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 、あちゃちゃ、松茸いただきます。あちゃ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 、あちゃ、おー、あちゃ、うん、見て、うまそう、うぃぃ、うぃ、松茸いただきます。うん、あ、まだ生、まだ生っぽいけどうめ。もうちょっとだな、もうちょっと火入れよう、そしたらさ、完璧だわ。うん、うわー、うー、うわー、じわじわなってる。秋の味覚最高かよマジで。さすがに魚あんまり食わねえ俺でも。うお、見てこの火、火力火力、このサンマがどんだけ脂乗ってるかこれでわかるっしょ。ブーンって火力側がアップするのは脂が落ちてるからよ。あ、いただきます。あっ、かく元気、あっく、うん、うまい、うん、スパイダー天気、うん、この音聞こえる？聞こえる？この音、この音聞こえた？
ちあちえ、音聞こえた？聞こえた？行くよ。あちあちあち、めっちゃうまい。あー、これうまい。うまっ。あー、松茸うまかった。もう一個はちょっと食い切れないかな。うん、うわー、じわじわなってる。うまそう。これでも尻尾の方が多分火入ってないんだよな。うわ、すげえ、見て火力。これよ、サンマといえば。サンマ七輪でやったらこうなるんよ。この火力がさ、急激にアップしだすっていう。油がすげえ乗ってるから、この時期のサンマ。うん、サンマいいね。実はもう一匹います。やばいやばい、火事になる、火事になる、やばいやばい。あちゃあちゃあちゃ、よし、もうこのサンマいけるっしょ。うん、もういけるべ。俺が一匹で終わるわけねえだろ。サンマさん、こちらのお皿で。サンマさん、もういけるっしょ、もういけるっしょ、もういけるっしょ。よし、一尾目、うい、サンマ完成です。うひうひ、よし、サンマ食おうぜ。わー、こいつも皮がむけちゃう。わー、すげえ。よし、ちょっとあったかいうちに、あったかいうちに行こう。ちょっといただきます。うい、うめえ。うめえ。あ、こっちの顔の方はやっぱ生だ。うん、ちょっとね、こういう魚焼き器じゃないと、あの魚の食べ方ちょっと汚くなっちゃうけど、そこ許して。ここの下の方も生だから身がほぐれないんよ。うん、あー、うめえ。あー、うめえ。ほら、ここ生、こっから先が生だから、あの尻尾からペリペリペリって身が取れないのよ。うわー、これうめえわ。醤油なんかいらねえ。うん、うん、うわ、肝が、うん、うん、うめえ。うん、こっから生だ。うん、あ、うまっ。うん、肝の苦味もうめえ。でもちょっとあんまりね、この辺がもう生なのよ。ここの部分しか焼けないから。うん、ちょっと、あーまた剥がれちった、また剥がれちったな、ここの部分。よし、もうね、ちょっともったいないんだけど、もうね、あと生なんすよ。うん、あと生なんで、で、あと臓器のところなんで、ちょっと臓器のところは生だと危ないんでね。うわ、すげえ焼けてんな。うん、おい、おい、うえい。あちゃ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 、あちゃ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 、あちゃちゃ、
皮の方も焼こう。そうか、ここの部分だけこうやって骨を折ってここを焼けばいいのか。なるほど、うわぁ、うお、火力がすげえ。よし、うい、よし、うわぁ、マジでうめえ。魚ってこんなにうまかったっけっていうぐらいうまい。おお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 おうまうまい、やっぱ七輪ってうまいんだな。できた、完成。ででーん、謎、ちょっと待って、よしちょっと、うお、焦げになっちゃった。よし、完成、2尾目。もう2匹目はちょっと醤油ぶっかけて食うわ。いや、っていうかこの醤油マジうまい。この醤油うめえ。あ、ちょっとたまり醤油っぽい感じ。いただきます。あ、うめっ。あ、うまっ。うん、すだち、すだちもかけました。あー、ちょっとやっぱ尻尾が生っぽい。あー、うまっ。あー、サンマうまいな。おいしいね、サンマ。これもう焦げで分かんないかもしんないけど、うまっ。うまっ。うまっ。でもどうしようかな、網もう一個なかったっけ。なんか食べ方汚くて申し訳ないんですけど、普段はちゃんとあの魚焼きで焼いたやつは俺結構うまく上手に食べれるタイプなんで、サンマ。生だ。あー、気持ち悪い。生の内臓食っちった。ちょっと待って、もう一個あれを探してくるわ。こいつで、このちっちゃいやつでしょうがねえ。もうこっからはこれ
多分魚味になっちゃうんで、これちょっと一旦網はさよならして、まあやっぱりね、秋の味覚といえば、秋の味覚といえばですよ、これ何グラムか、秋の味覚といえば何グラムですか、これは国産のランプステーキでございます俺が肉食わねえわけねえじゃん。これ何グラム、428グラム、はい、428グラムらしいです。で、まあだから428っていうと結構でっかいランプ、はい、よいしょ、ちょっと袋が、ゴミ袋がちっちゃい、はい、これでやっていきますけど、もうこっから先七輪じゃねえ方が楽なんだけどな。はい、これ切れてるバターですね。切れてるバターをまず、あ、変な開け方しちゃった。切れてるバターを一かけぶち込みます。はい。で、七輪なんでちょっと火力がね足りないんですけど。はい、でしかも今七輪の上を塞いじゃってるからね、フライパンで、マジで。だからこれ網あった方がいいかもしれない。網の上からこうやった方がいいかも。はい、まあ、バターを溶かしていきます。で、バターを溶かしまして、これ絶対にこのフライパンじゃ足りないんだよな、サイズが全然。はい。これね。で、どうするかというと調味料バッグ、はいはい、まずこちらステーキ肉にブラックペッパー、ブラックペッパーと、まあ片面だけでいいです、めんどくさいんで、はい、ローストガーリック、ローストガーリックをパラパラと、おお、まあいいや、はい、ローストガーリックね、はい、で、もうこれでいいでしょ。で、ピンク塩、ピンクソルトですね、はい、ピンクソルト、はい、オッケー、以上味付け完了で、結構これまあまあそこそこいいお肉なんで、はい、まあこれでいけるかなっていう、いやもうどう考えてもね、サイズ感がね、ちょっと箸変えないと魚臭くなっちゃう、箸オッケー、箸見つけた、魚臭くなっちゃうんで箸を変えて投入します。全然焼く音がしません。はい、でこの間にサンマも、ごちそうさまでした、美味しかったです、ちょっとね、あの皮がボロボロですけど申し訳ないです、本当にね、はい、美味しかったです、はい、っていう感じでございます。あとはこいつをじっくり焼くだけです。肉が全然焼けません。結構ランプなんですけど、ランプなんで赤身なんですけど、結構霜降ってるような感じで、ちょこっとだけ降ってる感じの、はい、お肉なんで、でもちろん国産です、はい、今日は国産オンリーでやっておりますけれども、はい、あー、ちょっと火力が弱いから焼き色が弱えな、焼き色が
焼き色がちょっと難しいな。もう一本腕欲しいな。腕がもう一本欲しいな。ちょっと火力が弱いっすね。まあ七輪なんで、本来だったら網でやればちょうどいい感じにできるんですけど、まあちょっと網がないんで、もう今日網もう一枚買ってくればよかったな。よいしょ、でけでっけえな。ちょっと待ってくださいね。もう完全にこれじゃ。よしよしよし、中までもうこれじっくり火通す感じだな。こんなちっちゃいフライパン、いつものでけえフライパンもねえっていう、最悪だな。でけえフライパンも網もねえっていう状態なんで、限られた道具でやってますけど。あ、ナイフフォーク、ナイフフォークを俺は今日はどうしたっけ、どっかに積んでるかな、まあ、じっくり火を通していくんで、ちょっともうアルミホイル持ってくるか。もうローストビーフみたいになっちゃうな、そうするとステーキじゃなくてステーキっぽい感じができなくなっちゃうな。よし決めた、七輪はここまで。ガスコンロ持ってくる。さすがにローストビーフをやるつもりはないんで、ちょっと急遽カセットコンロで、ステーキはカセットコンロで作ります。はい、よいしょ。よいしょ。この辺がやっぱ僕の準備のいいところなんですよね。はい、この辺がやっぱり僕ね、素晴らしいところなんですけど、まあ、ちょっとこれよし、 OK、 ういうい、これで肉が焼けるぜ。よいしょ、ういうい、こういうことなんですよ。この辺がね、やっぱ僕のね、準備のね、万端ぷりっていうかね、僕の顔は今日ずっと切れてますけど、別に構わないです。はい、うわ、きいな。OK、よし、このね、赤身の肉はミディアムレア、まあそうっすね、ミディアムレアからウェルダンぐらいが一番うまいんで、もうできました、もうできました。はい、よいしょ、はい、ということで、ちょっと待って、いや、もうちょいだ。よし、できた。 OK、 まあいいや、やっとこ。はい、完成です。ういということで、ナイフフォークを僕は
どこかに置いているんだけど多分出てこないんで、もうこのまま行っていいっすか。今日の僕ちんこのまま行きたいっす。もう丸かじりで行きたいっす。ということでいただきます。カペ、ナイフフォーク探してくるわ。カペ、やっぱランプだからちょっとカペな。最悪これだ。もう包丁です。包丁にします。え、なんでこんな硬いんだろう。めっちゃ硬かった。めっちゃ硬い。あれ、柔らかいな。あ、中まで火が通ってねえな。じゃあ焼きながら食うか。結構熱いんだよな。いや、中の方は今端っこだったから硬かったかもしれない。ナイフ通したらめっちゃスーッと切れる。いいっすか。ほら、ナイフだとスーッといくんですよ。ほら、まあまあ包丁だからね。包丁だからっていうのもありますけど、スーッといくんですよ。なので悪い肉じゃないはず。結構いい値段もしたし、はい。ちょっとこの辺はこういう形で切らせていただきます。よいしょ、よいしょ。だからこれは焼きながら食べよう。ちょっと火を入れながら。だってほら、結構断面はほら、断面はほらうまそう。断面は、あ、なんかちょっと画像だとあんまりあれだな、うまそうに見える。よし、これでちょっと焼きながら食べていきます。火を入れながらね、焼肉スタイルで行きます。焼肉スタイルで、よいしょ、はい、焼肉スタイルでやっていきますけど、ちょっとこれをこうすればこうすれば画角的にもうちょっと上げても、よし、 OK という感じで焼肉スタイルで行きます。はい、ということで一切れ目いただきます。うん、うん、あ、うまい、うまい、うまい。うん、うん、かなり霜降ってるわ、ランプなのに。なるほど、さっき俺が食べた、噛んだけど噛み切れなかったところ。うん、ここは端っこだからもともと硬かったんだ。コーマンステーキ醤油、こちらをね、この入れ物の中に入れまして、でいただいていきます。うん、はい、いただきます。うん、うん、脂身すげえ。脂身っていうか霜降りがすげえ。めっちゃ霜降ってる。これすげえ脂を感じる。めっちゃ、マジか。もっと赤身赤身したやつが食いたかったのにな。まあいっか。で、こいつを、危ない危ない危ない、こいつを半分ぐらいに切っておきたいな。もう半分だな。全部一口サイズにしよう。よし、よ
一口サイズだ。一口大に切っておこう。よし。うん。この辺はもうこのぐらいにしておこう。よし、OK。よし。OK、OK。もうこれはもうおつまみだからね。もうメインディッシュは今日は松茸だったんで、これも半分に切ろう。よいしょ。食後のおやつ的な感じで食べていってますけど、うん。よし。この脂身の方から先に食べちゃおう。邪魔くさいから。よいしょ。ああ、最高だったな今日も一日。うん。皆さんはいかがお過ごしでしたか。じゃあ油で揚げちゃおう。よいしょ。ああ、これ。うん、なんて、いただきます。うん、あ、脂身うま。この肉脂身うまいわ。うん、うめ。うん、あ、今日も最高だな。だって中こんな赤かったもん。中こんな赤かった。うん、こんにちナス。あ、なんなんナス、ナス食ってね。あ、ナスも食えばよかったな今日。焼きナス、うん、焼きナスがよかったな。うん、絶対うめえだろうな。うん、うん、うん、うまい、めちゃめちゃうまい。やっぱさ、和牛ってうまいよね。やっぱ和牛が高いだけあるよね、やっぱね。やっぱりそれなりの理由があるんだなって。高いには、なんで和牛ってやたら高いんだろうなって思うじゃん。やっぱ食ってみるとさ、全然味違うよね。あー、お腹まだいっぱいじゃない。そうね、普通ぐらい、パンパンじゃない全然。うん、あー、うま。でもね、ちょっと脂が強かった。うん、結構霜降りががっつりって感じ。ランプなのに。うん、で今日白飯ね持ってこなかったよね。まああるんだけど、あるんだけど今日は白飯じゃなくてっていう、うん、もうなんか今日はサンマと松茸がメインだからさ、サンサンマと松茸で飯食えねえじゃん。うん、まあサンマは飯食えるけど、うん、なんて。いやー、でもこれうまかったな今日は。今日何食ってもうまかったわ。うん、まあだってそれこそさ、今日俺調理してないから。うん、俺が調理してたらなんかまずい日とかあるけど、俺今日調理してないじゃん基本。うん、うん、やらか、肉やらけえわ。やっぱさっき火が全然入ってなかったせいだったと思う。ここかっけえ。うん、
霜、すげえ霜降り。うん、やっぱ肉ってうまいな。うんうん、うめ、最高だわ。うんうんうん、400何十グラムだからさ、結構こいつ単体でも結構食い出があるわ。うん、かなり食い出がある。だから松茸2本、サンマ2尾で、ステーキ450でしょ。うん、あーうまい。こんばんは。うん、まあまあ食ってるよね。そう、まあまあ食ってるよ、言うて。うん、うん、うん、あともうフライパンに入ってるだけ、これで完食。うん、寒くない。ここで火起こしてるから全然寒くない、今ここ。うん、だって俺今袖まくってるまんまじゃん。うん、袖まくってても全然。あー最高だな。でも結構これね、油分がね、その霜降りの分の油がね、結構ボディーブローのようにくる。うん、霜降り450はきついよ、やっぱり。もう完全に赤身の肉だから450とか食えるのよ、マジで。霜降りの肉のね、450結構きつい。うん、普通にマジで言いもたれてる、もうすでに。うん、白飯欲しいな。うん、白米が欲しい。でも結構厚切りだったな、ランプ。割といい感じのちょうどいい厚みだった。うん、でかい。うん、これ最後の一口。ごちそうさまでした。